ついに、サードシーズンスタート。一体いつまで続くんだ。終わりの始まり。そして、伝説へ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、様々な、ペイルライダー、を解説します。一機は、量産検討機のペイルライダーで。もう一機は、ネオジオン軍が回収した、ペイルライダーになるぜ。いろんなペイルライダーがあるのね。そうだぜ。近年漫画作品などで、どんどんバリエーションが、追加されたからな。今後も増えそうよね。そうだな。別なペイルライダーも、立体化したからな。では、そろそろ、RX80PR2 ペイルライダーキャバルリーと、AMX018 ハデス、トーリスリッターの解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回最初に解説するモビルスーツは、RX80PR2 ペイルライダーキャバルリーになります。キャバルリーは、試作機であったペイルライダーを、再設計した、量産検討モデルになるぜ。あのペイルライダーを、量産するだと。そうだぜ。ペイルライダー計画の集大成として、開発されたのが、この、キャバルリー、だからな。まさに、騎士団、なのね。もちろん、量産化に合わせて、様々な部分が、再設計されているぜ。まず、一般兵でも運用できる安定性と、コストダウンが行われているぜ。コストダウンした部分としては、パーツの整理や、パーツ乾燥機構や、腕部ビームガンのオミットになるぜ。要は、ペイルライダーでテストした結果、必要性の低い部分をオミットして、量産性を高めたわけね。そういうことだな。ただ、基本性能は、ペイルライダーと同等で、頭部の形状が一部変更され、V 字アンテナも追加されているぜ。カラーリングの変更もあって、パッと見、ガンダムタイプ、に見えるわね。まあ、そういうことなんだろうな。他にも、剣部や脚部が変更されているが、これは、増加装甲が、施されているからだぜ。ああ、だからペイルライダーと、形状が違うのね。そうだぜ。胸部や腰部にも、増加装甲が施されているからな。さらに、ペイルライダーと同様に、ハデス、も搭載しているぜ。ただ、一般兵士用にハデスは、デチューンされて、リミッターも設けているぜ。一般兵士が、ハデスを扱い切れるの？難しいだろうな。高機動時には、パイロットにかなりの負担がかかり、暴走の危険性も、残されたままだったらしいぜ。まるで成長していない？扱う兵装も、基本的にペイルライダーと同じだぜ。頭部に、60mm バルカン砲。バックパックは、ペイルライダーよりも高出力のものに、変更されていて、プロペラントタンクを、取り付けることが可能。ビームサーベル、も2機装備しているぜ。このサーベルは、ビームジャベリン、として、使用することが可能だぜ。この辺は、従来の連邦軍モビルスーツと同じ部分ね。そうだな。ライフルとシールドは、ガンダム4、5号機と同じものだぜ。ハイパービームライフル、と、シールド、を装備、ってことね。そうだぜ。そして、キャバルリーの主兵装となるのが、複合型特殊武装、シェキナー、だぜ。これは、ガンダム4号機の、メガビームランチャー、と、ガンダム5号機の、ジャイアントガトリング、さらに、マイクロミサイル、を一つにした、大型特殊兵装になるぜ。なにこれ?これは、以前解説した、FA78-2 に類似した兵装で、キャバルリーの主兵装になるぜ。もちろん、メガビームランチャーも、内蔵されているので、外付け式の補助ジェネレーターを、サイドスカートに取り付けて、運用するぜ。要は、複数の兵装を、一つにまとめたわけね。これは、複数の兵装を装備する際の、デッドウェイトを解消するのが目的らしいぜ。果たしてこの兵装を、一般パイロットが、扱い切れるのかな？そういった、問題、もあったんだろうな。
その話は、別な機体、でまた解説するぜ。そして、このキャバルリーは、ソロモン攻略戦時に、一気運ばれるが、スレイブレイス隊によって、奪取されるぜ。その後、スレイブレイス隊によって、運用されたわけだな。なるほどねー。なんというか、皮肉、よね。もともとのペイルライダーが、スレイブレイス隊を、排除する、資格として送り込まれたのに。そうだな。あ、バは、空港防戦以降の、キャバルリーの行方は、不明になっているぜ。あれ、そういえばペイルライダーは、広告軍に、露覚されたのよね。その後どうなったの？では、次は、その、ペイルライダーについて解説するぜ。今回最後に、解説するモビルスーツは、RX80PR、ペイルライダー。違うぜ。AMX-018、ハデス、トーリスリッター、になるぜ。え、AMX だと、トーリスリッターは、露覚したペイルライダーを、ネオジオンが、10年の歳月をかけて、大規模改修した機体になるぜ。10年って、だから見た目が、別物、なのね。実は、改修にあたって、アナハイム、エレクトロニクス社も協力しており、ブラックボックスである、ハデス、を有する、頭部以外のパーツは、全身にわたり、ほぼ一新されているぜ。か、完全に、別な機体、として生まれ変わったのね。そうだぜ。なんせ、セミモノコック構造から、ムーバブルフレーム構造になっているしな。つまり、頭部、胸部などのメインブロック以外は別物で。さらに、この時代のネオジオンの最新技術を盛り込み、バックパック中央にはサブジェネレーターを搭載しているぜ。ああ、だから出力、水力がペイルライダーを遥かに超えるのね。そういうことだな。ハデスは、解析不能なブラックボックスだったが、パイロットがまだ、健在、であるため、ハデスを生かす形で、回収が進められたぜ。なるほど。そういうことなのね。では、トーリスリッターの兵装について、解説するぜ。まず、頭部に、バルカン砲、が2門。胸部に、マシンキャノン、が2門。両腕部には、それぞれ、ビームサーベル、を装備しているぜ。基本的な兵装よね。そうだな。他には、ネオジオンの兵装からの、流用として、ハイパーナックルバスター、と、バウ用のシールドを装備。バックパックには、トライブレード、も装備しているぜ。なるほど。他にも兵装はあるの？あるぜ。まず、バックパックには他にも、ハイパービームサーベル、を2機収納。使用するときは、両肩部の、サブアーム、で使用するぜ。収納状態では、ビームガン、としても機能するぜ。さらにバックパックには、インコム、も装備。オールレンジ攻撃以外にも、マウントした状態で、ビームを発射することも可能だぜ。なんだろ？とりあえず、アクシズ製兵装を、詰めるだけ積んだ感じね。これは、ハデスの戦闘補佐機能を有効に利用するために、トライブレードやインコム、さらに、サブアームによる攻撃を追加した、ってことだな。ああ、なるほどね。この結果、トーリスリッターは、ペイルライダーと比べて、戦闘能力は、格段に向上しているからな。まさに、ペイルライダーの、最終バージョン、なのね。そういうことだな。そして、宇宙世紀90年に、トーリスリッターは、新生ネオジオン軍に、合流するぜ。そこで、グレミー派のネオジオン残党と、戦闘になり、このトーリスリッターは、失われたぜ。ただ、パイロットは、脱出カプセルで一命は取り留めた、って話だな。パイロットは生き残ったのね。そうだぜ。10年にも及ぶ、呪縛、から解き放たれた、ってことだな。宇宙世紀のこういったパイロットでは、まだ救いがあった感じね。そうだな。ただ、連邦もジオン、いやそれ以後も、こういった、非人道的な兵器、は生まれていくんだけどな。それが、戦争、
なのね。ただ、その戦争のおかげでモビルスーツ、モビルアーマーの技術は、飛躍的に伸びていったのも事実だしな。宇宙世紀の歴史よね。そうだな。では、今回はここまで。また次回も、楽しみに待っていてくれよな。それでは、また次回お会いしましょう。また次回会おうぜ。